あ、知りたか、知りたか、あ、こんにちは、田辺さん、お疲れ様です。知りたかなんですよ、田辺さん。すごい知りたかなことがあるんです。君何今そうやって歩いてるの。スポーツチームも読まれてますし。いやいやいや、何、どうしたの、田辺さん。ホークス優勝するんですか。ホークス優勝するんじゃないですか。あのね、君ちょっと待って、はいはい、顔でかくなったの。そりゃあまあ優勝するしてもらう困るでしょう。2位と何ゲーム差ですか。2位と何ゲーム差、2位と何ゲーム差か知りたい。田辺さん知りたかなんですよ。俺は予言者じゃないから簡単には優勝できないと思うし、去年みたいにも十何ゲーム差みたいのはちょっとならないですか。しんどいんじゃないかなと。そもそも自力があっても連覇っていうこと自体が非常に難しいことなんですね。連覇はね本当に難しい。でも今の強さのホークスなら連覇の可能性はもちろんありますよね。可能性はそれはあるけど、うん、簡単じゃないと思うよ。ピッチャーも新戦力がほら若いピッチャーが出てきたりすると面白いじゃない。ほら上げてごらん上げてごらん、ほらポンポンポンと若鷹をほら、ペドラザ、ペドラザはそれは君で昔の初優勝した時の佐久本はもうコーチだよ今。知りたかは新しい番組なんですけども、うんうんうん、この番組でホークス情報をするなら、うん、どういう情報をお届けしたらいいかなと思いまして、あ、そりゃやっぱり、中岡大河ならではの、例えばこう選手のインタビューとかさ、もうその知りたい意欲を実際選手とかのもう近くで、工藤監督知りたいんですよ、今年何勝ですか。そうね、90勝ぐらいはしたいから、ちょっと検討させていただきます。